ところが8月6日の作戦が記された米軍の命令書は、原爆投下の4時間前から6時間後まで広島市から80キロ以内への作戦機以外の飛行を一切禁じているのだ。ひょっとしたらこの3機がエノラゲーの一団ではないかと思ったんです。アメリカ軍が厳しい統制を敷いてたことから考えても、他の B-29 がその作戦区域に入ってたという可能性はまずないと思います。播磨灘に向かった敵大型3機はその後どうなったのか。行方を探す中、岡山市に貯蔵されている防空日誌の存在を発見した。8月6日のページには、小島半島を旋回中の敵機は進路を西に向け広島県に侵入と報告されていた。小島半島は広島市の東、岡山の南に位置する場所だ。その先には播磨灘がある。7時9分の警戒警報時に目撃された大型3機がたどったルートに酷似しているのだ。ここで旋回後再び広島に舞い戻った可能性は果たしてあるのか。すでにエノラゲイの乗組員の多くが他界している中、一人の乗組員の所在が分かった。こんにちは。 How are you? 彼の名はバンカーク。ほぼ一直線の航路とされるエノラゲイの飛行日誌をつけていた人物だ。The Air Force didn't tell me what courses to fly or anything of that type. I was a navigator. I decided what courses I was flying. Right there. 当日の飛行航路は全て自分が決めたというバンカーク氏。We didn't circle. We didn't make a U-turn. We didn't, you know, we didn't fly a dog leg or anything of that. We went directly to Hiroshima. 彼がつけていたという飛行日誌のコピー。時間ごとに細かく緯度や経度が書かれている。しかし7時40分に四国南方とみられる位置から8時12分広島市の東へたどり着いたとみられるまでの32分間日誌は空白となっていた。 From this point to the initial point there is like 30 Yeah, I'm just looking out the window. Why you didn't take any logs there? I didn't need to. Why?I knew where I was. I could look down and tell where I was. はるか四国の南からおよそ300キロ先の広島付近が見えたため西をつけなかったのだという。しかし最後にエノラゲイの真実の飛行ルートを知りたくてやってきたという我々に対し、バンカーク氏は意外な言葉を発した。 There are more differential different things said about it and everything, some of which are true, some of which are not true. If you're looking for it, you know, a minute detail of what exactly happened and everything of that type, you're not going to find it. 8月6日、広島。警戒警報は鳴らず、無防備なまま14万人もの命が奪われた。